あの衝撃と歓声と自分の気持ちの高ぶりと、久々でしたね、あの感じは。もう本当やりきった以外ないですね。今までからするとかなりレベルの低い喜びですけど、なんかこうオリンピックの予選落ちから今日のこの着地っていうのがすごくこうつながったというか、なんか意外と早くつながったなっていうか、つながった、やっぱこう人に何かをこう伝える、見せる演技ってこういうことなのかなみたいな。東京オリンピック、そして今回の世界体操、大きな区切りがついた今、身体についてはどう考えているのでしょうか。着地って考えたら、浩平さんはどこに着地していくんですか。ああ、なるほど、聞き方の癖すごい遠回しに聞きましたね今。でも冷静に考えたらですよ、はい、オリンピック予選落ちしました、はい、今回も着地あれだけ良かったけど、ん6位だったのかな、うん、6位でした。やっぱもうちょっと世界では戦えないかなって感じはあるんですよね、僕の中では。精神的支柱として代表メンバー入ったとしても、やっぱ結果が残せないんだったら僕は入らなくていいと思うし、まあでもやめたいとは思わないんですよね。その着地に関してはまだ考えてないです。考えてない、正直考えてないです。いやでも体操きついです。体操はきついんですよ本当にもう僕痛いところしかないんで、ここに来るまで注射何本打ったのってぐらい打ってるし、それに耐えながら本当にこれからできるのかっていうところですよね。まあでもやめたいとは1ミリも思わないです、そこだけは。その心の中に絶対もう一回世界一なんだっていうところなのか、やっぱりなんかまだやめたくないと、好きやんっていう方なの。ああそっちです。世界一になりたいはもうほぼないです。もう散々なったんで、はい、もう大丈夫です、はい、だからなのかもしれませんね。うん、あのキングがもうなりふり構わずじゃないですか、はい、欲を言えばやっぱもっとね、残したいものは残したかったですよ。東京オリンピックだって本当は個人総合で出たかったし、オリンピックももちろん3連覇したかったし、団体の金ももう一回取ってみたかったし、まあ上げ出したら切れないですけど、なんだろう、がむしゃらにやることもかっこいいんだなっていうか、今までなんかすごいスマートに体操やってきて、スマートに勝ってきてっていう僕の中ではそんな感じだったんですけど、やっぱもがき苦しんで結果も出なくてっていうのでもいいんだなっていう、なんかそういう泥臭さに意味を感じたっていうか、あスマートだけがかっこいいっていうことでもないんだなっていう感じがありました。